奈良時代、日本の歴史の中で重要な時期です。この時代には、律令政治が始まり、農民の生活に大きな影響を与えました。今回は、その中でも特に重要な2つの法律、判田収授法と墾田永年私財法について、詳しく見ていきましょう。判田収授法。まず、判田収授法です。この法律は、6年ごとに作られる戸籍に基づき、6歳以上の男女に土地が与えられるというものでした。この土地博文殿と呼ばれ、死ぬと国に返すことになっていました。律令体制下の税制度と兵役。しかし、国づくりには税や労働力が必要でした。そのため、戸籍に基づいて国は税や労働力を徴収しました。これは農民にとって大きな負担となり、公地公民制は次第に揺らいでいきました。三省一審の法の制定。その後、朝廷は田地の拡大を図り、723年に三省一審の法を制定しました。これは新しく灌漑施設を作って開墾した人には、三代。以前から、ある灌漑施設を使って開墾した人は、その人限り、開墾した土地を私有しても良いという法令でした。墾田永年私財法の制定。しかし、開墾した土地を三代過ぎると、国に返さなければならないという制度は、土地を真剣に耕す意欲をそぎました。そこで朝廷は、743年に、墾田永年私財法を制定しました。これは土地を新しく開墾した者には、その土地の永久私有を認めますという内容でした。荘園制度の始まり。しかし、新しく開墾できる人たちは、有力な貴族や寺社に限られました。彼らは現地にいる軍事などを使って開墾し、農民たちに土地を貸していきました。これが荘園制度の始まりであり、公地公民制が崩れ、貴族や寺社の力が強くなっていくきっかけとなりました。今回の動画では、奈良時代の重要な法律、判田収授法と墾田永年私財法について中心に見てきました。判田収授法と墾田永年私財法は、奈良時代の社会と経済の変化を象徴する法律です。これらの法律を通じて、私たちは、この時代の人々の生活や国家の政策がどのように変化していったかを理解することができます。今日はここまでです。また次回。